モデル X はアメリカのテスラが製造、販売しているクロスオーバー SUV タイプの電気自動車である。モデル S の EV パワートレインや車台をベースに開発された SUV。2012年ジュネーブモーター賞にて発表され、同年予約受付を開始。2015年9月29日から引き渡しが行われた。フロントとリアの2カ所にモーターを搭載しており、 それぞれ異なる2種類のバリエーションがある。フロントモーターはインダクションと永久磁石。リアモーターはレギュラーとハイパフォーマンスの2種類。1000ナノメートルほどのトルクを出力できるため、最大 2250kg までの強力な牽引能力を持つ。一度の充電での航続距離は WLTP モードで 507km。 可変リアスポイラーを装備しており空気抵抗係数が0.25と小さく、スポーツグレードのパフォーマンスでは2.8秒で時速 100km まで加速する性能を持つ。最高速度は時速 250km。グレードはパフォーマンス、ロングレンジの2種類。前者は性能に、後者は後続距離に特化している。SUV として車高は相応に高いものの。 重量物であるバッテリーをフロア下部に搭載しているため重心は低い。またエンジンやトランスミッションがないことから駆動系統が占めるスペースが少なくフロアトンネルがないほかボンネット下にはラゲッジルームもある。車種特有の外観の特徴としてファルコンウィングドアと名付けられたガルーイングドアを装備している。これは2.3列目シートへのアクセス性向上のために採用された。 ただしモデル X の場合は、ダブルヒンジによる中折れ機構付けであるため、他のガルウィングドアとは違った動きをする。ドアにはセンサーが装備され、周囲の状況を監視しながら開くため狭い、駐車スペースでも開閉することができる。標準では2列シート5人乗りだが、オプションによる追加で、最大3列シート7名が乗車できる。オートパイロットと呼ばれる運転支援システムが、 全車標準装備となっており、Wi-Fi 経由でのソフトウェアアップデートで、機能の追加や改善も可能である。しかしこれは、同一車線内でのハンドル操作、加速、ブレーキを自動的に行う装置で、既存のシステムは、米国運輸省道路交通安全局の定義する、自動運転レベルでは、レベル2にとどまっている。チェサイドポールクラッシュ、テストオブザ2017テスラモデル。 X ボディの設計段階から安全性が考慮されており、例えば先日のフロアに組み込まれたバッテリーは重心を低くする働きをし、横転リスクの軽減に寄与している。また、高強度の中央ピラーと衝突エネルギーを吸収する。シル構造は乗員とバッテリーパックの両方を保護する構造となっていたり、フロントのラゲッジルームは正面衝突時のエネルギーを吸収する。 クランプルゾーンとしても機能する構造であったりと、特に衝突時の安全性が重視されている。これらがこうを奏してスラは2017年6月13日、米道路交通安全局が行った安全評価試験で、SUV では初めてモデル X が、すべてのカテゴリー及びサブカテゴリーで安全性5つ、母子評価を獲得したと発表した。また、ユーロンキャップでは総合評価と、 全カテゴリーで5つ星の安全性評価を獲得している。ありがとうございます。